1週間の食生活の内容、チョコとかスムージーは聞いたことあるけど、全体的にどんな食生活をしてたか、量も含めて知りたい。なんでこんなことを知りたがるのだ。お昼はチョコレート、プロテイン、スムージーを飲んでたでしょ。あ、カレーライスも食べたよ、カレーライス。あ、今日はもういいかなってなって半分食べて、次の日にその半分を食べたって感じ。あ、カレーパンも待って、カレー続きカレーパンも食べたな。カレーパンも食べて、あとおにぎりも食べた。おにぎり2個、1週間のうちに食べてますね。1日そのぐらいかな。1日そんな感じ。なんかプロテインかスムージー飲んで、まあなんかカレーとかを半分とかそんぐらい食べて終わりです。あ、でもお菓子とかは食べてる。お菓子食べてるわ。お菓子食べてます。クッキーとか、あー小腹が空いたなって時に 1,2 枚食べてる。一応ね、足元にお菓子のストック箱みたいなのがあって、そこにお菓子を入れてるんだよね。で、クッキーと、クラッカーとアスパラガスビスケットとチョコレート入れてます。パサパサ系ばっかり。え、お菓子ってパサパサ系のものばっかりじゃない？他にじゃあパサパサ系じゃないお菓子って何よ。言ってみなさいよ。マシュマロ、ゼリー、グミ、プリン、水羊羹。結構あった。申し訳ございませんでした。生きて申し訳ございません。あ、皆さんの方がね、あの上手だったということでありがとうございます。あ、すいませんすいません、わかりました。殴らないでください。あ、いっぱいありますね。ありますあります。わかりましたわかりました。そういうものをね、買っていこうと思います、今後はね。おかしなことをおっしゃっております。お菓子だけにね、そういうことね。これ私のせいじゃないからね。でも私がどやっとこう。